ンポン。いや、このチャンネルもロングランになってきましたね。誰も望んではいないなが、いい感じに今節目なので、ぜひ今後の抱負とか言うには良い機会かと。あ、そうだったか。今ってチャンネル開設してどのくらいやったっけ？最初に YouTube へ投稿したのが2018年の9月19日なので、1年と11ヶ月ちょいですね。絶妙に中途半端。いや、もうちょい待って、チャンネル開設2年の節目とかでやった方がいいんやないか？バカ野郎、それはそれでやってちょっとでもネタを引き伸ばすんだよ。おめえこら。いや、それにしてもこれまでに色々なことがありましたね。まあ、せやな。視聴者の皆様のおかげでチャンネル登録者が1000人を超えたり、ありがたいな。スイマちゃんが入ってきたり、せやな。どうも、お母さん、キエラ、コルマリン大好き。お父さん、新しい仲間たちが入ってきたり、せやな。誰誰誰誰。え、マブたちのパリピコちゃんですけど。陽キャっぽい名前でめっちゃ顔色悪いな。え、私は田辺なんですけど。あれ、となた、お前もう帰れ。次の1年もいろいろなことにチャレンジしていきたいですね。せやな。ちなみに具体的になんかあるんか？私の意見としては。よくわかんねえやつが急に主導権握ってきた。のんのん。イニシアチブ。うるせえしばくぞ。次の企画は、バブミ。それだ。それだじゃねえよ。脳みそ溶けてんのか。